私はゲームの制作中、いろんな監修を行っています。テレワークになってからというもの、基本はメール、つまりテキストベースですが、実際に見せてみた方が分かりやすいのは確かなので、レタッチしたり図を描いたりして指示することもあります。以前、このグラフィックカテゴリーでレタッチによる監修について説明したことがあります。他にもファイターやステージが絡むような絵がいくつかあるので、他セクションに対する説明を含み、ごく一部だけ出してみたいと思います。見て聞いているだけでおそらく興味深いんじゃないかなと思います、多分。もちろん、これを受けて製品版では修正されていることばかりですので、ご了承ください。スティーブあたり以降からでいこうかなと思います。スティーブのつかみにおける放物線調整。これでは、近くの相手をつかめないので、矢印で示した軌跡に近くしてもらっています。このスティーブはブロックの上に乗っています。悪魔城ステージの蹴られ表現と合わせてもちゃんと見えるように依頼を出しています。マインクラフトステージの夜の背景。開発中は上の絵だったのですが、下の絵のように松明の周囲を明るく、周りをさらに暗くすることで原作らしい雰囲気を出してほしいという要望です。これはステージのひびの入り方について調整を入れてもらうための写真です。明暗の問題ですね。これは表示プライオリティの問題。ファイターは前に出しましょう。位置も調整。これは参戦ムービーにおいてアレックスがエリトラで飛び去る時のカメラ位置の解説図ですね。上から見た絵です。 8P エンダーマンが見えにくすぎたので、エンダーマンはどこにいるかのクイズにしてみたことがあります。それぞれここにいます。セフィロスのスイートスポット解説。セフィロスの使い方でも話をしましたね。セフィロスアートワークにおける剣の描かれ方。より鋭く見せるためコントラストのレタッチをしています。これが何かというと、北の大空洞ステージにおけるハイウィンドの脱出シーンのカメラアングルを表したものです。ちなみにこれが完成版。ムービー監修において上の絵で上がってきたイメージを下のように FF7AC に近づけようとしたものです。これも似た話ですが、まだ FF7AC になっていない段階。ここからですが再度落とす。ホムラの歩行、左のイメージだったものを右のようにしてほしいとお願いしています。体重を前にかけシルエットも良くするように。よくあることですが、当たるようで当たらない攻撃。判定やモーションを直します。ホムラの風切りエフェクトの制作工程。格子ブレードと炎を混ぜるような表現にひときわ苦労しています。最も手を焼いた風切りかも。ホムラの前空中攻撃。判定が終わった後も判定感が残っていたので、それらを切り上げるチェックを行っています。ホムラのフレームの場、ホムラ本体を中心に回すより下のようにした方が実感が出ます。モーションの指示において、光の斬撃を斜めの延長線向きに合わせてほしいという話をしています。これがないとヒット感覚がおかしくなってしまう。ホムラのフェイシャル、口元の笑いが円弧のようになっているところを口の隅がキュッと上がるように指定しています。エフェクトの指示、因果率予測回避の中間点に残像を入れましょうという話をしています。ホムラのブレイズエンドの判定がおかしいという話をしました。同じく不覚によってよく見えなくなる問題を解決しようとしました。
たまには原作へと並べながら調整を行うこともあります。そっくり真似るのではなく、雰囲気を踏襲しつつより良いものを目指します。プネウマカラーのイメージが暗かったので少し明るくしようという監修。真ん中は私がレタッチした絵で原作絵もつけました。光の剣先、ちょっとローポリ感があるところを補ってほしいとレタッチしたものです。セークリッドアローは真横に剣を向けます。だけどそれでは相手を貫通するので少し上に向けるようにしてもらいました。アルストの雲海における雲海の流れ部分、ちょっと不自然だったのでいろいろ調整を挟んでいます。アルストの雲海における上下動が大きすぎました。定点観測で写真のようになっていたので抑えています。アルストの雲海において風の向きに対して風車の回転が逆になっていたことがありました。今はちゃんと直っています。風向きと刃の方向をしっかり見るべきですね。ホムラコピーの紙のボリューム、もう少し上に上げた方が良いのではという話をしています。参戦ムービーゲームパートにてカメラアングルや見せ方を調整し、ホムラの存在や吹っ飛んでいる相手を見せてほしいという指定画像です。カズヤのフェイシャル、もっと怒っているようにしてほしいということで目や眉を吊り上げています。この倒れはモーションチーム側の提案で、普通に倒れるのと原作よりどちらがいいという質問に答えました。もちろん原作よりで。デビルカズヤの翼表現、コウモリらしいシルエットを保ちつつ躍動感を増してほしいという指定。原作と照らし合わせた切り札調整、ぴったりであれば良いというわけではないのですが、ここではもう少し寄せる話をしました。カズヤのデビルブラスターにおける翼のモーション指定、風の勢いを受けより勢いを出そうの図。同じく翼の動き、パンチが見えないのと揺れ物としての勢いを増そうと考えました。カズヤの着地時、わずか2フレームで翼を収納し目に残らなくてもったいないので上げるように指示をしています。カズヤの最後の切り札、ちょっと翼のシルエットが丸いですね。こうしてほしいかな。エフェクト監修にてデビルフィストで殴り抜けるとき、線のようなエフェクトを入れて雰囲気を出してほしいと伝えたときのものです。切り札ヒット時のポーズの不具合を指定したものです。本来すぐにダメージモーションになるべき。三島道場は左右の円形が比較的よく見えるので、そこに情報量を割いてほしいという指定です。三島道場、山の稜線あたりで月光の反射をちゃんと表現しようということでレタッチしたものです。右がレタッチ。背景の山については下から上に対する情報量を整えてほしい話もありました。三島道場において影に入ったファイターが見えにくくなっていました。サイドをなくすとそれが分かりやすいので、そのような例を挙げています。三島道場の床についていくつか俯瞰することもよく見ることも大事です。三島道場の天井の破片、物が落ちているように見えなかったので存在感を調整してもらっています。三島道場の瓦礫、軍隊として重なりすぎなのでもっとばらしてほしいという旨を伝えています。壊れた道場の天井からサンシャフトを加えようという話をしました。まあムーンシャフトですけどね。三島道場戦場下のすり抜け床が分かりにくかったので加工の例を描いてみました。参戦ムービーの目の光を鋭く強くしようという監修、その前に顔をより暗くする調整なども入っています。参戦ムービーゲームパートでより原作に近いところを狙えないかという比較画像、
これはカズヤの使い方におけるスマブラは1のゲームというスライドの調整案ですね。ミーファイターのドゥームスレイヤー、ちょっと色相が違うのではということで原作資料と照らし合わせました。ちなみにヘルメット部分の監修、オンライントーナメントモードのバラーの調整、こういうのもやってます。口の汚さ、リブライトっぽさの調整などと同時に画角を広げて撮った方が良いよなどと指示しています。これはイベントバナーで、切り裂くイメージはこのようにしてはという提案です。ビリッと破れるような感じで荒々しく。イベントバナーの調整中、背景の効果線を放射線状に並べましょうという提案です。CM 関連も監修します。とある配信用の映像で画面が暗いところを指摘したものなんてお見せしてると、ごく一部でもキリがないのですが、デバッグ表示などが絡むためお見せできない図もいっぱいありました。実際には山ほどの監修を行っています。そもそも監修って何という疑問をお持ちの方もおられると思うので、百聞は一見にしかずでお見せしてみました。それとしっかり直してくれるスタッフにこの場を借りて感謝とごめんなさいをしておきます。